ご覧いただきありがとうございます。本日は奈良市南京葉手町にございます、マンション西田というですね、整備南小学校の目の前に、ファミリーさん物件のご紹介となっております。まずこちらが、玄関部分となっておりまして、大変広々としておりますので、大きめのシューズボックスをも置いていただける玄関となっております。でこちらから入ってきていただきますと、中心部分がですね、ダイニングキッチンのスペースとなっております。こちらのキッチンはですね、2口のガスコンロがついております。このようなオープンキッチンとなっております。収納の方もですね、上下がしっかりとついておりますので、調理器具もたくさん収納していただけますね。こんな感じで目の前がもう小学校ございます。でお隣に冷蔵庫を置いていただけるスペースですね。でこちら奥が水回りになってまして、まずこちらが浴室ですね。こちらも、大変広々としてますね。タイル張りの、清潔感のある大きな浴槽が入った浴室です。でこちらが独立の洗面台、そして奥がこちらはウォシュレット付きのお手洗いとなっております。はい、そしてこちらがですね、6畳の和室となっております。こちらもね、大きな窓から、光がたくさん入ってきて明るいお部屋となっております。でこちらには半減分の押し入れ収納がついております。でその反対側にですね、こちらの6畳の和室がございまして、こちら1軒分の押し入れ収納がついている形になっていますね。そしてこちらつながる形で、洋室がございまして、こちらはですね、南向きのバルコニー、出幅もしっかりとございますの で屋根もねありますので、はい、こんな感じで洗濯物もたくさん干していただくことができるようになっております。まあ、3DK ということで、お子さんのねお部屋も取っていただける広めの間取りとなっておりますので、ぜひファミリーさんに見ていただきたい物件となっております。詳しくは当社のホームページをご覧ください。ランナーの手出し奈良心賃貸の先では皆様の返済貸しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。